はい、こんにちは。スワシワスです。あのね、今ね、なんか、今日、今日ね、なんか、やたらその、いらない営業電話とかがさ、かかってきててさ、で、それ、な、なんで今日に限ってそんな急にさ、知らない番号から、いっぱい、怪しい電話、金儲けしか考えてないような怪しい電話ばっかかかってくるのかなと思ったら、あの、僕ですね、あの、えっと、TikTok の、その、収益化に参加するために、 プログラムね。プログラムに参加するためになんか本人確認が必要ということで、そのまあ、個人情報っていうか身分証をね、提示、提供したんですよ。で、それと、あとその、TikTok のその収益を受け取るためにあの、PayPal っていう、その、あの、もう世界中にでお金のやり取りができるシステムみたいな、PayPal ってやつがあるんですけど、それも、それもあの、登録して、で、なんか個人情報とか提供したんですけど、それをやった途端にこれですよ。急になんか、 もまたその,この、こいだこいだクーリングオフしたばっかの、ウォーターサーバーから、またなんか同じ営業電話来るし、なんかあの、えっと、不動産投資、大阪からマンションの投資、不動産投資やりませんかみたいな電話とかさ、来てさ。あの、なんかきょ、あの、今日、今日だけじゃなくて、なんかそう、今までも、なんかその、例えば、この、引っ越し、引っ越す時とか、書類か、書類とか契約する時に、住所とかいろいろ書くじゃないですか、個人情報。なんか、その自分が思い当たる、 その、なんか個人情報書いたな、みたいな、だ、あの、他人に個人情報を提供したな、みたいな場面を思い出してみると、それを、そういう手続きをやった後になんかやたら変な営業電話かかってくるなってことに気づいてですね、あの絶対売られてるなって、絶対俺の個人情報とか電話番号とか勝手にどっかに使われて、で、それで、 いろんなね、いろんな業者に回って回って、で、その営業電話リスト。あ、今日はここにかけてみようつっ,って。で、俺が、俺がその順番が回ってきて、その営業ノルマのカモに、カモにさせられるっていう。なんかここれってもう、もう避けて通れないんじゃないかなって思うんですよね。もうなんか契約するとき絶対個人情報を提供しなきゃいけないじゃないですか。その書類とか書くときに。 何でもそうだし。その、まあ、僕、僕みたいなクリエイターとかは、その、収益化を、収益化するにあたって絶対にそういう本人確認とか、個人情報も提供しなきゃいけないし、もう絶対それ避けて通れないなって。だからもう営業電話っていうのは、いつか必ずか,かかってくるものだと思って、あの、あの、なら、あの、着信履歴から、その番号を検索して調べて、口コミから、もうその、次絶対かかってこないように着信拒否するとか、まあ、それもいいし、 あとはその、断る、断る、その話術、断る話術っていうか、そういう、あの、気の強さとか、あの、なんて言うんでしょうね、そういう、そういう相手を言いまかす能力っていうのもこれからめっちゃ必要になってくるなって思いました。はい。そんだけです。ほんとさ、俺を、俺をその、カモにしようとしてくるやつ、マジでさ、なんか、時間の無駄だから、マジで <laughs>。 だって俺おか、お金ないもん、本当に今 <laughs>。お金ないやつにさ、なんでそういうお金を出させようとしてくるんだよ。ほんとバカなんじゃないマジ。ない袖では触れないから、本当に。<laughs> それに俺、なんでしょうね。ほんと自分に必要のないものには絶対お金払わないから。ははっ。そんな。 ウォーターサーバーなんていらねえし、水道水飲んでるし、あの、自分で計算してみたら、普通にドラッグストアで70円ぐらいの2リ,2リットルの天然水買った方が何千円もお得っていうことに気づいちゃったし、俺ちゃんとそうやって調べられるから、相手がいくらさ、ウォーターサーバー買うメリットとかって、すごいなんか、魅力ありそうにこう、あの、アピールしてくるけど、いやいや、計算したら <laughs>、ウォーターサーバー導入する時点で損、損じゃん。 そんじゃ、お前の、お前たちの儲けに、儲けの協力、協力してくださいねって言ってるだけじゃんっていうね。協力なんかしません。はい。残念ながら。でも、僕の、僕の出世、僕が大きくなるためには、皆さん、協力お願いします。どうか。僕のね、歌とか、僕の姿とか声で、あの、みな、みが元気になってくれるとか、あの、辛いことを乗り越えられましたとか、 あの、忘れられ、嫌なこと忘れられましたとか、ね、そういういい思いをして喜んでくれた方は、ぜひ、あの、僕の、あの、これからの発展というか、その <laughs>、僕がいい思いして、こう、儲かる。裕福になるためのお手伝いをよくとか、お願いいたします <laughs>。それはウィンウィンな関係じゃないですか。ね、お互いがそのいい気持ちになってるわけだから、そういうのは健全な、 経済活動だと思うんですよ。健全な取引だと思うんですよ。はい。というわけで、そういう、あの、ね、営業ノルマしか考えてないような人たちには、本当マンチ俺のおならを自家で書か,かせたい。マジ、ち、うんち食べろ、本当俺のうんち。うんち食べろ。おならかげおしっこ舐めろ、マジで本当。ぶっかけるよ、本当うんち。うんち食べさせるよ、本当いいの、そんで、うん。うんち、うんち。俺の、俺のよだれ。ぶっかけるよ。 俺のよだれを、俺のよだれをお前のおへそに埋め込んで、で、接着剤で固めて、よだれおへそにしちゃうぞいいのかそれでも、うんち食べろまじで。と、営業電話、うんちうんちうんち。おならかけおなら、おなら食べろおしっこおしっこで作った氷投げつけるぞまじで、ほんとに。お尻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 ちんちん以上ですご視聴ありがとうございました今、 今、今日の歌作ってます。いろいろ。みんな楽しみにしててね、新しいネタだから。楽しみにしててくださいな。ピッバイバイペイパルおっペイパルおっぱいパルバイバイ